よし、行こう。大丈夫、きっと成功できる。あれ、どうしてだろう、足が。ちょ、待って。え？待ってくれよ。俺だってステージに。今のって、夢か。あれ、今何時？おい、みつき、起きてるか？みつき、朝だぞ。今日外部レッスンの日だけど、大丈夫か？あ、やべ、ボケっとしてた。ごめん、ヒロ、今起きた。急ぐわ。マジで？みつきが寝坊。珍しいこともあんだな。先に朝飯食ってるから早く来いよな。ああ、なんで今さらあんな夢。大丈夫、これが現実だ。よし、着替えよう。急がないとレッスン遅れる。おはようございます。すいません、遅くなっちゃって。なあ、遅くまで漫画でも読んでたんじゃねえの？いや、お前じゃないんだから。ちょっと変な夢を見て、それで目覚ましが聞こえなかったのかも。変な夢？悪夢か何か？悪夢っていうか、なんだ、歯切れが悪いな。まあよくわからないが、正夢にならなければいいな。はい、ありがとうございます。俺たちはもう朝食済ませちゃったから、先に出る準備しておくよ。うん、わかった。おはよう、薄い。昨日もらったプロテイン、早速少し飲んでみたんだ。意外と飲みやすいんだな。カフェオレ味だからな。好きだろお前、ああいう甘いやつ。あ、ありがとう。今度俺も同じものを探してみようと思う。んだよ、そんなもんより俺様特製のスペシャルドリンクの方が絶対体にいいって。今度お前らにも作ってやろうかな。いらねえよ、見るからにまずそうじゃねえか、あれ。はあ？俺様が作ったんだぞ。まずいわけあるかよ。アンゴに聞いてみろって。はいはい、わかったから。朝っぱらからギャンギャン騒ぐな、うっせえ。なあ、おい、こら逃げんな。今から作ってやっから、そこ座って待ってろよ。これからリハなんだろ、パワーつくぜ。リハだからだっつの。腹壊したら困んだろ。うんだよ、せっかくの俺様の行為を後悔しても知らねえぞ。ゲン、そろそろ準備しろ。派生に車を準備させてる。もうじき出るぞ。あ、わかった。別に撮影くらい自分たちで対応できる。それより暴れ馬を野放しにしておかれる方が困る。ウータ、またそんな言い方を。すみません、プロデューサーさん、行ってきます。ピンポーン、宗像さん家にお届け物です。新聞が届いてましたよっと。
あれれ、ありがとうは。ほら、小麦のキラキラした瞳がこっちを見てるよ。手間を取らせてすまなかったな。76点。次回に期待。やつは何がしたいんだ。美月、大丈夫？待っててくれてありがとう。たくみ、もうちょいで食べ終わる。よし、ごちそうさまでした。行こう、たくみ。後ろ、寝癖ついたままだけど。嘘、マジ？やっぱり美月、今日なんか変。ではプロデューサーさん、行ってきます。この時間帯、4丁目の交差点は混みます。急ぎのようでなければ運転席に戻って早く彼らを送っていった方がいいのでは。レッスンですし、俺たちのことは心配しなくて大丈夫ですから。お願いします。今日は音楽番組のリハと CM の撮影でしたね。スタジオ移動どれくらいかかりそうでしょう。こないだの撮影の時の弁当みたいな薄味のやつは勘弁な。マジで食った気しねえ。健康を考えてのことだと思うが、最近はああいったヘルシー志向のケータリングも増えていると聞く。知るかよんなこと。プロデューサー、ラジオのチャンネルを変えてくれ。まだトップ10入りしてるんですね。へえ。売り上げに比例してランキング順位も伸びているというわけか。きっと心配いりませんよ。プライドの塊みたいなのがうちには二人もいるので。ああ、んだよその言い方。仲間じゃなくてライバルだって前も言ったろ。現状に甘んじることは誰にだってできるそうだ。そんなことは俺だって分かっている。ランキングを上げる具体的な方法があればいくつか提案してくれ。手段は問わない。はいはい、皆の衆、注目。
何想像し。7月といえば七夕、七夕といえばお祭りちゅうことで、今年も七夕祭りの季節がやってきたで。そっか、もうそんな時期なんですね。今年も行かなきゃな、お祭り。七夕祭りとか超絶手上げじゃないすか。この辺神社多いから雰囲気ありそう。後でそうちゃんたち誘ってみようっと。ああそうそう、今年は全員強制参加やからみんな喜びや。そんな町を挙げての祭りやで。参加するんがここに住んでるもんの務めっちゅうもんやろ。むちゃくちゃな理由だな。まあ本当はあれや、社長の優しさ。デビューに向けてここまで頑張ったんやから、たまにはパーッと騒いでこいっちゅうこった。プロデューサー、その日は何もスケジュール入ってへんやろ。社長も随分と粋な気遣いをするんですね。リク、一緒に行こうね。どうせすごい人混みなんでしょ。めんどくさ。トップは2つもいらねえよ。譲ってたまるかって。それには俺も同意です。5ユニットのプロデューサーを兼任するのは大変でしょうけど、フォローはお願いします。仲間じゃなくてライバルだって前も言ったろ。現状に甘んじることは誰にだってできるそうだ。そんなことは俺だって分かっている。ランキングを上げる具体的な方法があればいくつか提案してくれ。手段は問わない。はいはい、皆の衆、注目。なおお、プロデューサー、おったおった。実はな、今ちょいと買い出し行ってきたんやけど、坂の下の神社で人手が足りなくて困ってた。そうそう、若者の手があればめちゃんこ助かると思うんやけど、誰か暇そうなやつおらんかな。助かるわ。手伝ったらきっとお立ちもらえるでって言ったりや。ただいま帰りました、プロデューサーさん。先ほど商店街を通ってきた時にいろいろいただいてしまって、いただいてばかりでは申し訳ないので、この後お祭りの準備を手伝いに行こうかと思っているんです。街中の清掃には
人手がいくらあっても足りないと伺いました。もちろんです。プロデューサーさんが来てくだされば百人力です。はい、心遣いありがとうございます。まで来てくださいね。おい、1、2。はぁ、5秒で行けなかったら。リンゴ飴2つ買ってくれたら許しちゃう。はぁ、無理。あいつ、ずいぶん遊ばれてるな。何度も忘れ物をして取りに戻るあのバカが悪い。でもまだまだいじり方がなってないな。こういう時はね。リク、ちょっと来て。はあ？その流れで呼ばれて誰が行くかよ。バカなの？間に合った？ソシ、タイムは？残念ながら 1.5 秒オーバーでした。はあ？マジでわざわざ測ったの？サモンとはまた違う鬼畜っさ。これ、ソウちゃんはいたって大真面目なんで。言うならあっちゃんに言ってやってくださいね。へへへん。リンゴ飴2つ、よろです。くぅ、甘えた声出しやがって。はいはい、やっとみんな揃ったな。じゃ、お祭り行くで。おぉ。こんな社長メール聞いたことねえんだけど。まったくだな。そうだよ、後で合流するって言ってた。うちのバスケ部、夏のインターハイに出るみたいで、最近めちゃくちゃ気合入ってんだよな。まして賑わってますね。僕の好きな芋餅あるかな。芋餅？だそれ、聞いたことねえけど、うまいの？もしやお前の地元限定とか。なあ美月、射的やろうぜ。射的15勝10敗。今年も美月より多く当ててやら。去年は俺が勝っただろ。はあ、今年だって負ける気ないけど。今年は景品に地元のスイーツ店のお菓子詰め放題券があるって話だぜ。スイーツ？ヒロ、ミツキ、待って、僕も行く。俺もついていってもいいか？はあ？どこまで甘いものに目がないんだあいつ。大勢で固まって歩いている方が目立つ。分かれて行動した方が面倒ごとにならないと思うが。よろしくされたら俺お祭り楽しめへんや。焼き鳥に枝豆、それからビール買ってのんびり夜風に当たろう思ってたんに。
られたら俺お祭り楽しめへんや。焼き鳥に枝豆、それからビール買ってのんびり夜風に当たろう思ってたんに。されたら俺お祭り楽しめへんや。焼き鳥に枝豆、それからビール買ってのんびり夜風に当たろう思ってたんに。わあ、神社の方は風情があってとても素敵だね。なんだか神聖な感じがするな。都会の七夕祭りってすっごく豪華で華やかで、でも静かでかっこよくて、こういうのなんて言ったらいいんだろう。勝者伝令、それとも活発遠霊とか。別に難しくないし、小説とか読んでればそれなりに出てくる言葉じゃん。ねえちょい見て、あの七夕飾りめっちゃフォトジェニックじゃん。ほんとだ、 SNS で映えそう。写真撮ろうよ、ライトアップ綺麗だし盛れるかも。よっしゃ、全員集合。フォーメーションは K で。プロデューサーさん、シャッターよろしくっす。つい今しがた神聖だの静かだの言ってたばっかなのに、雰囲気ぶち壊しじゃん。花より団子って言葉はああいう奴らのためにあるんだな、きっと。つか、そんなとこで突っ立ってねえで、お前らも早く入れよ。そうそう、フォーメーション K はフォーメーション G の派生だから、俺たち4人だけじゃできないフォーメーションなのよ。そんなの知らないし。ほら二人とも早くおいで。あっちょ、手引っ張るなって。真田くん、後で写真送ってね。もち、後で臨茶でグループ作って送っとく。おいリク、お前そこにいたら見切れんだろ、前来いよ。だから引っ張るなって、ほんと粗雑。ほらリク、カメラ見なきゃ。プロデューサーさん、私たちだけ勝手に行動してしまって大丈夫だったのでしょうか。んだよプロデューサー、たまにはいいこと言うじゃねえか。たまにはじゃないよ、プロデューサーさんはいつもいいこと言ってくれるよ。あ、俺冷凍みかん食べたい、ちょっと探しに行ってくる。みかんって冬の果物じゃないの？そんなの売ってるわけなくない？え、お祭り屋台の定番じゃないの？別にそういうんじゃ。皆さん俺たちのこと知っててくれてるんですね、嬉しいな。違います、三次元でライブもするし、テレビとか雑誌も出てるもん。
え、それって…あれ、リクと高千穂くんは？どうかされましたか？宗師？すみません、屋台でいろいろ買い込んだせいで両手が空いていなくて、それから私たち今日はオフなのでアイドルはお休みなんです。ですがもしお時間があるなら寮にご招待しますよ。プロデューサーもあちらにいるのでご招待してもいいか聞いてみましょうか。そうですか、ありがとうございます。別に大丈夫だけど、ああいうモラルのない連中がいるからお祭りは面倒だったの。いやー、でも殿下マジ殿下ありがとう、我らがリーダーどういたしまして。でも私は寮にご招待してもいいか聞いただけだから。そろそろみんなのところに戻ろっか、リク。明石さんもきっと帰ってきてるだろうし。俺たちも戻ろうぜ。ちょっと便所行きてえし。ちょっと善ちゃん、確かに今日はオフだけど、俺たちアイドルってこと忘れないで。忘れないで。あ、2回行った。わかるよ、大事だもんね、それ。よっしゃ、これで合計19勝12敗目。嘘だろ、ヒロ、もう一回。どっちが勝ってもいいから、とにかくお菓子詰め放題券ゲットして。心の声ダダ漏れだな、お前。よし、おじちゃん、もう一回。まだやってたのかよ。そんな金の使い方すんなら、お菓子の詰め合わせ買った方が安上がりなんじゃね。はい、リッチー、金持ちか。レイグランツは金持ちなのか。ちげえわバカ。普通に計算すればどっちが安いかなんてすぐわかんだろ。いえ、ついスイーツという言葉に釣られて歌を置いてきてしまったなと思って。それはそうなんですけど、また周りに何か失礼なことを言っていないか心配で。気にしすぎじゃないのか、清水。上条さんだって子供じゃないんだ。それに例の一件以降、少しずつだがこちらに歩み寄ってくれている気もする。そう感じるか。まあ、ビビたる変化だけど。ならいいんだ。だからだ。上条さん、なんて。冷やし中華バーガーが食べたい、見つけたら教えろと。冷やし中華バーガー。とりあえず分かった、見つけたら買ってそっちに合流するよ。何も言わずに離れてしまってすまなかった。よし、これでいいか。それご当地グルメじゃないのか。関東近郊の祭りで冷やし中華バーガーなんて見たことないが。それは大変だ。歌に教えてやらないと。いや、あっちにいる誰かが気づくだろう、おそらく。お菓子詰め放題券当たらなかったね。そんなに食い物抱えながらよく言うわ。
綿飴にリンゴ飴、チョコバナナに揚げパン、あんず飴に今川焼き、見事に甘いものばかりだな。みんなも欲しい？いらねえ。ん？なんだ、騒がしいな。うわあ、いるんだよな、たまに。ああやって冷やかしてくるやつ。うすい、余計な騒ぎは起こさなくていい。こういう時は。わかってる。ああいう奴らは無視するのが一番だってんだろ。ガキじゃねえんだから、いちいちむやみやたらに騒ぐかよ。そうか。わかってるならいいんだ。トウヤさんにはいちいち突っかかるのにな。トウヤさん以外には割とクール。いい反応もありゃ、その反対もあることくらい人前に出る以上知ってる。そういうのは好きに言わせときゃいいだろう。そのうち文句とか冷やかしなんて言えねえくらいのパフォーマンスで黙らせてやるだけだし。確かにそれが一番説得力あるかも。宗像もきっと同じようなことを言うだろうな。はあ、あの口だけゴリラと一緒にすんじゃねえ。やっぱりトウヤさんのことになると突っかかるんだな。うん、わかりやすくていい。明石も無事合流できてよかったね。部活お疲れ様。ああ、ありがとう。みんなと祭りに参加したくて、最後のミーティングを超特急で終わらせてきたんだ。部活動とレッスンや仕事、両立が大変そうだが、その辺は問題なくやれているのか？ああ、プロデューサーさんがうまくスケジュールを調節してくれているから。二頭を追う者は一頭をも得ずと言うだろう。音楽はその道一筋に魂を捧げるようじゃなきゃダメだ。まあまあ、何も俺たち音楽家を目指しているわけじゃないんだから。ねえトウヤ、何キョロキョロしてるの？は、もしかしてお祭りの時に現れる祭り林っていう妖怪でも見つけちゃった？祭り囃子は音楽の一種だろう。よくそんなデタラメばかり口から出てくるな。リクと小麦は騙されてくれるんだけどね。一緒にするな。で、皇帝さんは結局何を探してたの？金魚すくいでもして、お部屋に金魚の帝国でも築こうとしてたとか？見慣れないものが多いなと思っただけだ。ああ、こういった祭りにはあまり馴染みがない。確かに、トウヤがリンゴ飴を食べているところとか射的をしてる姿なんかは想像できないかもな。でも昔ながらのこういうお祭りって風情や情緒があっていいと思わない？屋台の食べ物の香りと夏の夜の匂いが混じり合って、どこか物悲しいような懐かしい気持ちにもなるんだ。夏の夜の儚き思い出、セミのようなんてね。へえ、川柳ってやつ面白いね。僕も読んでみようっと。リンゴ飴、リクのほっぺと同じ色、それからもう一丁、小気味よく弾むヨーヨー、小麦かな。どうどう、いい感じ？うん、スイ、もしかしたらセンスがあるのかもしれないね。その歌のどこにセンスがあるって言うんだ。弦なら理解できるのか？ああ、そうだ、あいつにも冷やし中華バーガーを探させるか。メッセージを送っておけば読むだろう。
それはそうと、スイ、リクと小麦は一緒じゃないんだな。うん、今日は別行動。1年生はみんなでどこか行ったみたい。そうか。迷子になってたり、何かトラブルに巻き込まれてなければいいんだけど。俺も少し匠が心配かな。また甘いものばかり買い込んでいなければいいんだけど。面倒見がいいといえば聞こえはいいが、度が過ぎればまた話は変わってくる。奴らの成長を妨げるだけではなく、お前たちまで自立できなくなるぞ。それには俺も同意だ。まあ確かにそうなんだけどな。あっちのお店に美味しそうなぜんざい発見。お祭り限定メニューかもね。よし、突撃だ。ちょ、急になんだ、押すな。これ、いつものメニューじゃないかな。美月がよく食べているよ。あれれ、僕の見間違いだったかも。まあちょうどいいし、少し休んでいかないか。部活終わってから一回も座ってなくて。そうだね、いいんじゃないかな。今日はせっかく社長がくれたオフだからね。アイドルとはいえ、プライベートは守らなくっちゃ。ねえ、ちょうどいいじゃんこの木。笹じゃないけど、せっかくの七夕だし短冊飾らない？いいねそれ。画用紙なら柳川さんがたくさん持ってたはずだよ。それをもらってみんなの短冊を作ろうよ。小麦ならそう言うと思って用意しておいたよ、短冊。え、何それ、すごい。エスパー？聞いた話によると、スイさんは柳川イリュージョンという魔法が使えるらしいんだ。だからもしかすると人の心を読む超能力だって使えるかもしれないね。ソウシ、お前マジか。それガチで言ってねえよな。その笑顔は何？その笑顔は何を意味するの？よっしゃ、俺かけた。一番乗り。なあ原神、一番高いところにかけてくんない？俺届かねえから。ああ、短冊を貸してくれ。どこがいいんだ？僕もかけました。 Just for you の4人で大きなステージに立てますようにって。清水さん、僕のもお願いしていいですか？もちろん。どこがいい？大きなステージに立てますようにか。とりあえず被らない内容にしといてやろう。よし、俺もかけた。俺も。美月はなんて書いたの？恥ずかしいから秘密。願い事は喋ったら叶わないとも言うじゃん。それもそうだね。匠はどう？書けた？ううん、まだ。おいプロデューサー、あと5枚くれ。俺様超絶多彩だから、叶えたい夢とか願いが多すぎんだよ。どいつもこいつも欲張りだな。ほんと、こんなのん子供騙しだろうに。食ったらね。という割にはそれで3枚目じゃないのか。うっせえな、ミスったんだよ。サモンはなんて書いたんだよ。見せろって。別に減るもんじゃないしいいだろう。よくない。やめろ、話せ。願い事とか目標ってなんだろう。
こんなに難しいものだっけ。僕の目標、プロデューサーさん、ここにいましたか。それは。ええ、もちろん。ああ、申し込みの締め切り、随分と開催日時のギリギリに設定されているんですね。ああ、そうでした。過去のランキング変動の統計が知りたくて、何か資料がないか聞きたかったんです。もちろん、よろしくお願いします。現状に甘んじることは誰にだってできるそうだ。そんなことは俺だって分かっている。ランキングを上げる具体的な方法があればいくつか提案してくれ。手段は問わない。確かに今日は声の伸びが良かったかも。俺だけじゃなく弦も歌おい、プロデューサー、この後スタジオの予定は。弦、自主練に付き合え。あ、もちろん。プロデューサーさん、鍵は俺が受け取ります。このCメロの部分は転調が入るから、もう少しインパクトを持たせたい。そうだな、じゃあもう少し自脚の合わせ方を工夫してみるか。それかフレーズの入りに破裂音か濁音の言葉を持ってきてもいいな。あ、はい。もうそんな時間か。ああ、弦が書いてきた歌詞を合わせていたところだ。まだ調節は必要そうだけどな。ありがとうございます。本番までは楽屋待機でしたよね。
言われなくてもそのつもりだ。ゲン、カバンにスロートティーが入ってたな。ああ、楽屋に戻ったら入れよう。わかりました。俺も本番までは連絡を取れるようにしておきます。うん、あれはピアノ？弾きながらパフォーマンスをするアーティストでもいるのか。あ、ウタ、どこ行くんだ。ではプロデューサーさん、また後で。先輩方、温かいうちにどうぞ。そうなんすよ。実はそうちゃん、貴族なんで。俺たちもどこかでもっとロイヤルな感じに路線変更しなきゃかなって考えてるところっす。全、あまり周りに迷惑にならないようにね。ぜひまたご一緒させてください。その時は別の差し入れを持っていきますので。っていうか冠番組持ってましたよね。今度呼んでくださいよ。息ぴったりなわけ？俺たちだったら絶対全が前に出たがるから、あんな風にすんなりポジション決まらないよね。俺のせいかよ。表情の作り方もうまいよね。さすが離れしてるっていうか。本当いいお手本になるね。あ、やばい、今こっちにウィンクしてくれた。超絶かっこいいんですけど。ちょ、あーちゃんがハートを射抜かれてる。サービス精神旺盛かよ。後でコツを教わりに行ってみようか。機材トラブルってなんだよ。隣のスタジオか？それは大変ですね。早く行ってあげてください。任せといて。プロデューサーさんもラベリッタもファイトっす。
花のありか、ピアノバージョンでした。ありがとうございました。お前がいたところで防げたトラブルじゃないだろ。そうですよ、プロデューサーさんが謝ることじゃありません。謝ったり喜んだり忙しいやつだな。俺もゲンもこれくらいできて当然だ。ウタ、答えられてよかった。隣のステージセットにピアノがあったことを歌がとっさに思い出してくれたんです。ん？ゲン、ピアノだ。俺が弾く。ピアノ？機材トラブルという不可抗力だったとはいえ、集体を晒したくなかっただけだ。ただでさえ俺たちには新人というハンデが。なおさらここでうろたえるわけにはいかないだろう。ああ、はい。上条さんのピアノ演奏、俺もめっちゃ見たかった。弾き語りというんでしょうか、歌さんにしかできないことですよね。そういうトラブルが起きた時、私はうまく立ち回れるのかな。生放送の映像はスタッフさんに言えば見せてもらえるんですよね。ちょっと見てこれ、ラベリッタの生放送 SNS でめっちゃ話題になってる。ほんとだ、ホットワードに歌と原神の名前も入ってんじゃねえか。俺様でさえまだホットワードになったことねえのに。俺様でさえってなんて書かれているんだ。歌さんのピアノがプロ級だったとか、新人なのに全く動揺してないのすごいとか、あ、二人ともめっちゃ息ぴったりっていう声もありますよ。当たり前だろ、それだけのレッスンや準備を重ねているんだ。たったいまーす。おかえりなさい。見たぞ、歌、原神。ピアノで弾き語りなんてびっくりしたよ。とっさにあんなアレンジを披露できるなんて、さすが歌さんだよなってみんなで話してたんです。普段はやらない、今回は仕方なくだ。仕方なくでできるからすごいんじゃないか。もし俺たちだったらうろたえて終わりだろうし。次に控えていたマナプロダクションの連中がいい例だ。自分たちにも同じことが起こるんじゃないかとそわそわしている様子が画面に映ってしまっていた。プロとして随分と無様な姿だったな。まあスタッフさんたちも慌てていましたからね、雰囲気に飲まれてしまったんだと思います。俺たちもうまく立ち回れるようになっておかないとな。そうだな、今後長く続けていく上でどんなハプニングに見舞われるかわからないからな。ああ。お疲れさん。見てたで、生放送。
無茶してデビューさせた甲斐があったな。きっとなんかいい結果が返ってくるんとちゃう？ゲン、無駄話してないで早く来い。明日は雑誌のインタビューだろ。質問状の読み合わせをするぞ。ああ。ありがとうございます。本番までは楽屋待機でしたよね。言われなくてもそのつもりだ。ゲン、カバンにスロートティーが入ってたな。ああ、楽屋に戻ったら入れよう。わかりました。俺も本番までは連絡を取れるようにしておきます。うん、あれはピアノ？弾きながらパフォーマンスをするアーティストでもいるのか。あ、ウタ、どこ行くんだ？ではプロデューサーさん、また後で。先輩方、温かいうちにどうぞ。そうなんすよ。実はそうちゃん、貴族なんで。俺たちもどこかでもっとロイヤルな感じに路線変更しなきゃかなって考えてるところっす。本当だ。全、あまり周りに迷惑にならないようにね。ぜひまたご一緒させてください。その時は別の差し入れを持っていきますので。っていうか、冠番組持ってましたよね。今度呼んでくださいよ。息ぴったりなわけ？俺たちだったら絶対全が前に出たがるから、あんな風にすんなりポジション決まらないよね。俺のせいかよ。表情の作り方もうまいよね。さすが離れしてるっていうか。本当いいお手本になるね。あ、やばい、今こっちにウィンクしてくれた。超絶かっこいいんですけど。ちょ、あーちゃんがハートを射抜かれてる。サービス精神旺盛かよ。後でコツを教わりに行ってみようか。
機材トラブルってなんだよ。隣のスタジオか。それは大変ですね。早く行ってあげてください。任せといて。プロデューサーさんもラベリッタもファイトっす。花のありか、ピアノバージョンでした。ありがとうございました。お前がいたところで防げたトラブルじゃないだろ。そうですよ、プロデューサーさんが謝ることじゃありません。謝ったり喜んだり忙しいやつだな。俺もゲンもこれくらいできて当然だ。歌答えられてよかった。隣のステージセットにピアノがあったことを歌がとっさに思い出してくれたんです。ゲン、ピアノだ。俺が弾く。ピアノ？あ、わかった。機材トラブルという不可抗力だったとはいえ、集大を晒したくなかっただけだ。ただでさえ俺たちには新人というハンデがある。なおさらここでうろたえるわけにはいかないだろう。ああ、はい。上条さんのピアノ演奏、俺もめっちゃ見たかった。弾き語りというんでしょうか、歌さんにしかできないことですよね。そういうトラブルが起きた時、私はうまく立ち回れるのかな。生放送の映像はスタッフさんに言えば見せてもらえるんですよね。ちょっと見てこれ、ラベリッタの生放送 SNS でめっちゃ話題になってる。ほんとだ、ホットワードに歌と原神の名前も入ってんじゃねえか。俺様でさえまだホットワードになったことねえのに。俺様でさえって、なんて書かれているんだ。歌さんのピアノがプロ級だったとか、新人なのに全く動揺してないのすごいとか、あ、二人ともめっちゃ息ぴったりっていう声もありますよ。当たり前だろ、それだけのレッスンや準備を重ねているんだ。たったいまーす。おかえりなさい。見たぞ、歌、原神。ピアノで弾き語りなんてびっくりしたよ。とっさにあんなアレンジを披露できるなんて、さすが歌さんだよなってみんなで話してたんです。普段はやらない、今回は仕方なくだ。
仕方なくでできるからすごいんじゃないか。もし俺たちだったらうろたえて終わりだろうし。次に控えていたマナプロダクションの連中がいい例だ。自分たちにも同じことが起こるんじゃないかとそわそわしている様子が画面に映ってしまっていた。プロとして随分と無様な姿だったな。まあスタッフさんたちも慌てていましたからね。雰囲気に飲まれてしまったんだと思います。ふん、俺たちもうまく立ち回れるようになっておかないとな。そうだな。今後長く続けていく上でどんなハプニングに見舞われるかわからないからな。ああ、お疲れさん。見てたで、生放送。無茶してデビューさせた甲斐があったな。きっとなんかいい結果が返ってくるんとちゃう？ゲン、無駄話してないで早く来い。明日は雑誌のインタビューだろ。質問状の読み合わせをするぞ。ああ。ありがとうございます。本番までは楽屋待機でしたよね。言われなくてもそのつもりだ。ゲン、カバンにスロートティーが入ってたな。ああ、楽屋に戻ったら入れよう。わかりました。俺も本番までは連絡を取れるようにしておきます。うん、あれはピアノ？弾きながらパフォーマンスをするアーティストでもいるのか。あ、ウタ、どこ行くんだ？ではプロデューサーさん、また後で。ウタ、勝手に弾かない方がいいんじゃないか？うん、ああ、なかなかいいピアノだと思ったら、どんな音を奏でるのか聞いてみたくなっただけだ。あ、はい、ありがとうございます。だ、そうだ、歌。いや、もういい。昔は人前でピアノを披露することもあったが、今、俺が披露すべきなのは歌だ。よっぽどのことがない限り今は歌うことに注力したい。楽屋に戻るぞ、ゲン。俺は歌のピアノ、みんなに聴かせてやりたいとも思うけどな。何か言ったか？いや、何でもない。はい。うん？ゲン、ピアノだ。俺が弾く。ピアノ？あ、わかった。本当にいいのか、歌。放送事故になるよりはマシだ。俺のピアノに合わせろ。いいな。あ、任せてくれ。
花のありか、ピアノバージョンでした。ありがとうございました。うまくいってよかったです。実は歌っている最中もドキドキで。ドキドキする理由がどこにある？いつも寮のスタジオでやっていることと同じだろう。それはそうなんだが、でも歌の演奏だったから緊張はしたけど不安は一切なかった。当たり前だろ。お前に不安に思われたら恥だ。隣のステージセットにピアノがあったことを歌がとっさに思い出してくれたんです。機材トラブルという不可抗力だったとはいえ、集体を晒したくなかっただけだ。ただでさえ俺たちには新人というハンデがある。なおさらここでうろたえるわけにはいかないだろう。ああ、はい。上条さんのピアノ演奏、俺もめっちゃ見たかった。弾き語りというんでしょうか、歌さんにしかできないことですよね。そういうトラブルが起きた時、私はうまく立ち回れるのかな。生放送の映像はスタッフさんに言えば見せてもらえるんですよね。ちょっと見てこれ、ラベリッタの生放送 SNS でめっちゃ話題になってる。ほんとだ、ホットワードに歌と原神の名前も入ってんじゃねえか。俺様でさえまだホットワードになったことねえのに。俺様でさえって、なんて書かれているんだ。歌さんのピアノがプロ級だったとか、新人なのに全く動揺してないのすごいとか、あ、二人ともめっちゃ息ぴったりっていう声もありますよ。当たり前だろ。それだけのレッスンや準備を重ねているんだ。たったいまーす。おかえりなさい。見たぞ、歌、原神。ピアノで弾き語りなんてびっくりしたよ。とっさにあんなアレンジを披露できるなんて、さすが歌さんだよなってみんなで話してたんです。普段はやらない、今回は仕方なくだ。仕方なくでできるからすごいんじゃないか。もし俺たちだったらうろたえて終わりだろうし。次に控えていたマナプロダクションの連中がいい例だ。自分たちにも同じことが起こるんじゃないかとそわそわしている様子が画面に映ってしまっていた。プロとして随分と無様な姿だったな。まあスタッフさんたちも慌てていましたからね。雰囲気に飲まれてしまったんだと思います。俺たちもうまく立ち回れるようになっておかないとな。そうだな。今後長く続けていく上でどんなハプニングに見舞われるかわからないからな。ああ。お疲れさん。見てたで、生放送。
無茶してデビューさせた甲斐があったな。きっとなんかいい結果が返ってくるんとちゃう？ゲン、無駄話してないで早く来い。明日は雑誌のインタビューだろ。質問状の読み合わせをするぞ。ああ。お前がいたところで防げたトラブルじゃないだろ。そうですよ。プロデューサーさんが謝ることじゃありません。謝ったり喜んだり、忙しいやつだな。俺もゲンもこれくらいできて当然だ。ウタ、答えられてよかった。隣のステージセットにピアノがあったことを歌がとっさに思い出してくれたんです。機材トラブルという不可抗力だったとはいえ、集体を晒したくなかっただけだ。ただでさえ俺たちには新人というハンデがある。なおさらここでうろたえるわけにはいかないだろう。はい。上条さんのピアノ演奏、俺もめっちゃ見たかった。弾き語りというんでしょうか、歌さんにしかできないことですよね。そういうトラブルが起きた時、私はうまく立ち回れるのかな。生放送の映像は、プロデューサー、今ダンスのコーチから連絡あってな、今日来れんくなったらしいで。まあコーチも人間やからな、そういうこともあるて。あいつらならさっきリビングにおったから、早いとこ伝えてきてやり。ボイトレを別の方法にしてみたんだ。それが効いてる気がする。それはよくわからないが、歌詞と音が同調しやすくなったようには感じる。2作目は1作目を超える。3作目は必ず2作目を超える。過去の自分に勝てなければ意味はない。過去の自分に勝つか。プロデューサーさん、そうだといいなと思います。
テクニックですか。俺の歌をいつも一番近くで聴いてるんだ。少しくらい身につけてもらわないと困る。そう言っていただけると嬉しいです。少しでも歌に近づけたのなら。誰が慢心しろと言った。その程度で満足しているようなら、まだまだその辺の馬の骨と同等だ。ああ、分かってるさ。もっと努力する。そろそろ俺は行く。作曲の続きがしたい。そうだな、多少テクニックのいる音符配置にしてみてもいいかもしれない。俺も行くよ。作詞の参考に隣で曲を聴いていたい。好きにしろ。お疲れ様です。それにしても五十嵐、先ほどの質問に対してあの回答は何だ。だってよ、いきなりあんな質問振られてもさ。まあまあ、まだリハだしいいんじゃないかな。それに結構受けてたよ。お前普段は口達者なのに、なんでああいう時に限って。いた。ああ、ありがとう。相変わらずそうで何よりだよ。おい、美月、大丈夫か？行くぞ。あ、ごめん、ちょっとびっくりしちゃって。錦戸左門、よろしく。うちのメンバーとは知り合いみたいだね。はじめましてなのは僕だけかな。二人が活躍しているのはいつもテレビや雑誌で見ているよ。アズくん、美月、そろそろ着替えなきゃ。先行こう。あ、そうだな。翔也、ナギ、じゃあ。何？はあ？お前らどの口が言ってんだよ。やめろ、ヒロ。
プロデューサーさんの言う通り、それは今ここでする話じゃないと思う。行こう、アズくん、ミツキ。そうだね。じゃあね、二人とも。お前たち、クゼやコンノとどういう関係だ？正攻法で頑張っていると言っていたが、何が言いたい？そうですね。プロデューサーさん、彼らのこと社長からは何も聞いていないんですか？うん、彼らプリンスコート所属と言っていましたよね。よろしくお願いします。うわー、マジで疲れた。もう俺腹減りすぎて骨だけになりそう。今日の夕飯なんだろうな、みつき。ん？あ、そうだな、俺はナポリタンな気分なんだけど、ミツキは何の気分？へえ、なんだろう。たった今。お腹すいた。おばさん、ご飯何？ああ、ちょっと待って、ずるい。俺も。はい、わかりました。あいつ、夕方からずっと部屋にこもってるよな。何してるんだろう。つい、そろそろ夕飯。もうちょっとインパクトが欲しいな。赤？それとも紫？いや、コラージュにしてもいいかも。よし。油絵の具の匂いか。やっぱり水のやつ。やはりそれらしき資料は見当たらないな。まあ何かしら残っていれば俺が見落とすはずもないが。ん？これはマミア、クリス。今日は初めて聞く名前が多いな。除籍の時期は
三越場たちとそう変わらないみたいだが、こいつはスピカとは関係なさそうだ。この写真、隣に写っているのは上条。知らない方が平和なことももちろんあるが、俺にとって無知は罪。無知ほど怖いものなどない。